シャーウッドの森のロボットは、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第8シリーズ第3話。脚本は、マーク・ゲイティス、監督は、ポール・マーフィーが担当し、BBC1 で2014年9月6日に初、放送された。本作では、異星人のタイムトラベラー12代目ドクターと、コンパニオンのクララ・オズワルドが1190年のシャーウッドの森に到着し、 伝説の英雄ロビンフッドとロボットの騎種を編成して金を強奪するノッティンガムの大官と出会う。イギリスでの視聴者数は728万人で一般に批評価からは肯定的に評価された。ロビンフッドや彼を取り巻く古文や環境を疑ったドクターは当初自分とクララがミニスコープの中にいるかもしれないと考えた。ミニスコープは三代目ドクターの カーニバル・オブ・モンスターズで登場した。ドクトル・フ・マガジンのインタビューで、脚本家マーク・ゲーティスは、本作をドクターとロビン・フットの45部の物語に、する意図があると語った。また、彼は、設定は、本質的に面白いけれど、書いているときは、面白いエピソードだと思わなかった。それでも、大きな疑問を提起してはいるが、間違いなく薄っぺらいものだったとも述べた。 台本の読み合わせは2014年3月20日に行われた。撮影は2014年3月25日に始まり、2014年4月15日にはフォレストベワーで、4月17日にはケルフィリー城で撮影が行われた。フォレストベワーとケルフィリー城はいずれも以前ドクター風のロケ地として使用されており、前者は盗まれた地球と旅の終わり、 後者はベネチアの吸血鬼と銀色の悪夢のロケ地であった。ボディアム城の外観も撮影に使用された。撮影は2014年5月3日に完了した。ドクターが現実のロビンフットに見せている彼の伝説のイメージの一つはパトリック・トラウトンが1953年のテレビシリーズロビンフットで演じたものであった。トラウトンは あとに1966年から1969年にかけて2代目ドクターを演じた。2014年9月4日、BBC はアイスセルにより、ジェームズ・フォーリーとスティーブン・ソトロフが殺害されたことを受け、エピソード終盤のバトルの一部シーンを削除したことを報じた。オリジナルシーンでは、ロビンが大韓の首を切って、大韓の正体がロボットであると露見していた。 タック州道士役のトレバー・クーパーは、以前にも、ドクター・フーの、リベレーション・オブ・ザ・ダーレックスに出演していた。アラン・アデール役のイアン・ハラードは50周年、記念エピソード・アン・アドベンチャー・イン・スペース・アンド・タイムで、リチャード・マーティン役を演じていた。ラテン・アメリカの放送に向けて、マイアミの BBC ワールドワイドサーバーに送られた第8シリーズの5話文の台本が流出したことがあり、 シャーウッドの森のロボットの台本もその中の一つであった。2014年8月18日、エピソードのラフバージョンがオンライン上に流出した。流出したバージョンの映像はモノクロであり、視覚効果と音声効果及び音楽は完全なものになっていなかった。また、放送前に削除された大観の残首シーンも含まれていた。この流出は、深呼吸や、 ダーレクの中へに続くものであり、BBC は非公式コピーからのネタバレを拡散しないようファンに、当夜の視聴者数は620万人で、タイムシフト視聴者を加算すると728万人に達した。アプリシエーションインデックスは82を記録した。アメリカ合衆国では、BBC アメリカでの放送を114万人が視聴した。批評家の反応は一般に肯定的であった。 ガーディアン氏のダン・マーティンは、脚本と演技を称賛したが、本作で、ドクターの出番が、控えめになっていること、伝承を認めなかった、長さを批判した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは本作を、ウィットに富んだ、見事な二人の英雄の出会いだと表現し、ゲーティスについて、理路整然としたプロットを提供する上品で大いに、ウィットに富んだ台本を称賛し、 ドクターとロビンをドクター風史上を最も面白い二人の俳優の一つだと評価した。デイリー・テレグラフのマイケル・ホーガンは本作に欲しいをつけ、カパルリが真にドクターの役に入り込んだエピソードであると述べた。デン・オブ・ギークのサイモン・ブリューは深呼吸やダーレクの中へとは対照的なエピソードの明るさを高く評価し、とても面白い、素晴らしく滑稽だとコメントした。 彼は本作が時間がある時に手を伸ばすタイプのドクター風で顔に大きな笑顔を浮かべたくなると述べた。メトロのティム・リューは本作を面白くしようとしすぎていると批判し、またドクターの行動も深呼吸やダーレクの中へと食い違っていると批判した。ホーブスもドクターの性格の食い違いを指摘したが、カパルディが彼の解釈を役にもたらすのに十分なロープを 脚本の中に見つけたとも称賛した。彼らは物語に厚みがあることや登場人物それぞれのキャラクター性を称賛したが、本作に実体がなく、編集と演出の悪さに苦しんでいると指摘した。インデペンデント誌のニーラ、デブナスも批判的であり、鈍く、ナンセンスな楽苦だと述べ、意味の通らないエピソードで、テンポも奇妙だと評価した。また、 彼女はクララが、ときめいている、女学生に逆戻りしていると批判した。イグンは、賛否両論の評価をしており、新ドクターのための啓薄で薄っぺらい冒険と表現した。ピアソン・エデュケーションは、デイビッド・モールによる、英語学習者用の本作の小説版を2018年6月15日に出版した。ありがとうございます。